新県人,人は、中華民国の疫学科、政治科、第14代副総統。2016年総統選挙に出馬する前は、婦人大学立であり、退任後は、同大学に戻り再び理事を務めているほか、劉健人記念講座の初代教授を担当した。1948年、台湾高尾県気山鎮生まれ。国立台湾大学動物学科卒業後、医学部の大学院、 公共衛生研究所で修士号を取得し、国立台湾大学での教員となる。その後と米市、米国のジョンズ・ホップキンス大学公共衛生学部、流行病及び人類遺伝学の大学院で博士号を取得。大学教員時には、B 型肝炎や小児麻痺、肺癌、微炎痘癌などの研究に力を注いだ。同時に、基礎中毒研究の国際的な外一人者であり、 南平原で発生ししてていいたカラス足病の調査隊に参加している2003年5月18日から2005年2月16日まで行政院衛生所で所長を務め重症急性呼吸器症候群流行の際にはトップダウン方式の明確な対応と強いリーダーシップで感染拡大防止に尽力した2006年1月25日から2008年5月19日まで 行政院国家科学委員会主任委員を務め、2011年10月19日から2015年11月23日まで、中央研究院副委員長を務めた。2015年11月16日、2016年、中華民国総統選挙候補者の再英文から、副総統候補に指名された。2016年1月16日、総統選の結果、 蔡英文とペアで当選した副総統時代、千葉県知事森田健作と2016年5月20日、中華民国副総統に就任した。2019年11月17日、蔡英文が2020年中華民国総統選挙の副総統候補に来期よのりを選んだため、中華民国副総統の退任が決まる。退任を控えた2020年5月18日、 蔡英文から史上4人目となる中山勲章を授与された。規定上は副総統退任後も、恩給の受給や送迎者などの待遇が得られることになっているが、本人はこうした待遇を辞退し、引き続き中央研究院での研究に従事することを公表した。副総統待遇を辞退した例は、過去になく、賃が初となる。2020年6月6日に、 国立中山大学から名誉博士号を授与された。英国 BBC とのテレビ電話インタビューに応じる副装統人気末期に発生した新型コロナウイルス感染症での貿易対応では、政権内での多数の SARS 対応経験者の一人として、また専門家の立場から医学的知見での助言や発信を積極的に行い、中央流行液常識中心の指揮官、 新自中を広報支援した。父は高尾県庁を務めた経験がある。大将グレゴリウス勲章とエルサレム聖墳墓騎士団の騎士の称号を持っている熱心なカトリック信者であるとされるが、2015年10月24日にカトリック教会が世界代表司教会議で同性婚は認めないと強調した翌月の11月18日にインタビューで同性婚の問題を問われ、 個人はそれぞれ幸福な生活を追求する権利があり、同性愛者も例外ではない。彼らも私たちと同じようで、同じでない性的傾向があるだけ、同性愛者も生命の理念、生活の自由を追求する権利があるが、同性婚について語るならば、社会的なコンセンサスが必要かもしれないと語った。教授時代の教え子だった、陳その進むとは、サーズ時に、 衛生所所長と立法委員という間柄で貿易政策での予算や法案審議で立法委員と行政委員間の協調を図ったが2020年の新型コロナウイルスでも副総統と行政委員副委員長という立場で再度指定が共闘することになった。ありがとうございます。